はい、どうもこんにちはです。ひなの付加解除やっていきます。では行こう。それではオープンします。お、一匹ヒヨヒヨ出てる。お、一つ卵がいい感じに割れてるね。よし、こん、お、1匹2匹3匹、いい感じいい感じ。はい、じゃあそれではやっていきましょう。スタート。まずじゃあこの子ね、この子取っていきます。じゃあ大きいね、この子は。はい、ちょっとね、ともちゃんのいない、こにたん一人ではちょっと心もとないんですが、この子の解除いきます。カメラの移動が一苦労。いいね。はい、出ました。じゃーん、体重上がります。ゲットしててね。750。一旦この子戻します。ちょっとごめんね。ちょっとね、ハプニングが発生しまして、そのいつもほらバンドをこうやってさつけてるじゃないですか。このバンドさ、バンドの在庫がなかったんですよ。いつもともちゃんはどんぐらいの長さに切ってたかな。決まってんのかなこれ。今ちょっとコニタン適当にパパパッと切っちゃいましたけど、決まってたら嫌だな。でなんか調べに行ったんですけど、なんか今回は62かららしい。62番。とりあえずね、ちょっと書けるだけ書いてちょっと保管しておきましょう。63番。もう60話も生まれたんですね、今期ね。ちょっと少ないそうなんですけどね、例年に比べてあまり多くはないという。ことらしいんですけれども、心配ですね。65番。66番。67番。あ、今回は62から67番までいきましょう。はい、ということでね、はい、引き続きやっていきましょう。先ほどの体力測定からもう一度やっていきます。はい、
はい、ひなちゃん、ひなちゃん、もう一回乗ってね。はい、750。ひろりん、こんにちは。750g。この子はね、今ね、自力で出てたからね、将来有望ですよ。この子は今いたのは、そこ、はい。ちょっとね、記入、データ記入するので、しばしお待ちを。自力。750g。こいつはナンバー62ですね。はい、ということでナンバー62をつけていきます。ちょっとごめんね、ここにいてね。ほい、はい、映ってますかね。この子はナンバー62です。はいはい、おへそにコットンちょんちょんします。はい、おへそにね、コットンちょんちょんしていきますよ。はい、まあ生まれて時間が少し経っていたので乾燥はしているんですけど、バタバタしないね、かわいいね。おへその方はね、しっかり消毒していかないとね、よからぬ病気にかかっても困るんでね。はい、62番ちゃん。はい、続きまして、足バンド、はい、足バンドの方をつけていきたいと思います。はい、こちらですね、足バンド。はい、62番ちゃんにちょっとひっくり返ってもらって、ごめんね。ごめんね、怖いね、わかるよ。わかるわかるよ、君の気持ち。でも、足曲がりたくないよね。ゴリラがアロエヨーグルト。ちらーん。はい、62番ちゃんでした。はい、続いてはこの子です。じゃじゃん、この子は63番ちゃんです。はい、早速体重の方を測っていきましょう。いきます、いきますよ、皆さん。はい、どうぞ。はい、あんま動かないでね。はい、63番ちゃんです。重っ。1038。1038。重いな。1038。この子はナンバー63番。1038だって。でかっ。ということで、例のごとくお腹ちょん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 していきます。すごいな、わかります？なんかへその緒的なものがまだついてます。これね、いろいろまだ出てきたばっかなのか、いろんなとこにいろんなものがついてます。はい、ごめんね。まずいな。この子ちょっと体がまずいぞ。大丈夫？ね、じっとしててね。はい、63番です。ここもすぐに泣いちゃうな。ちょっと久しぶりだな。はい、63番。
大丈夫か。じゃあ動きすぎだ君は。動きすぎだよ。あんまり泣かないでね。はい、足バンドつけます。はい、ごめんよ。はい、足はもっちりいい感じ。みんなね、足はもちもちでね、いい感じなんですよ。足でかいな。足太いな、こいつ。大丈夫か。いつになく足が太いな、この子。ごめんね。もうちょっと、もうちょっと。1038だよ。でかすぎない？大丈夫か？デブだな。はい。はい、私有鑑物いきます。わかりますか？私有鑑物。ひくひくひく。こんにちは。じゃーん。はい、64番ちゃんです。体重測ろうか。よし、体重測ります。はい、927。いや、でかいな。927くらい。ナンバー64。14番が親の子はでかいな。ということで、ちょっと、外界の刺激に慣れてないのか、ヒューヒュー泣いてるので、さっさと済ませてあげましょう。はい、ごめんね。ちょいちょいと。イソジンの匂いってなんかいいですよね。ごめんね。よし。イソジンは上薬でしたっけ？ボビオンヨードでしたっけ？ちょっと忘れてしまいましたが。はい、君は64番ちゃんです。64番ちょっと長かったか。64番ちょっと長かった。でも大丈夫か。はい、64番ちゃん。じゃじゃん。ハッピーバースデー。ハッピーバースデー。さあ、64番ちゃんが、おとなしくしてくれているので、足バンドをサクッとつけて返してあげましょう。ちょっとごめんね。64番ちゃん。足バンドつけるよ。大丈夫、大丈夫。泣かないで、すぐに返してあげるから。ね、生まれたばかりなので、まだちょっとね、体が湿ってるんですよね。はい。私有鑑別。私有鑑別。ちょっと一人でやってるとさ、カメラの位置が難しいんだよな。この子はメスかな。はい、この子はメスでした。はい、ダチョウのスケ君ジュニアが生まれました。はい、もうデベソっていうレベルのデベソではないんですけど、やばいんですけど、デベソと言っていいのか悪いのかよくわかんない、そんな感じのやばいデベソです。はい、わかりますかね。デベソっていうレベルじゃないほどのデベソになってます、ダチョウのスケ君ジュニア。ちょっと生まれたばかりなので体が湿ってますが、はい、890g。 890g ということで、この子はナンバー65ですね。はい、890g ちゃん。とんでもないデベスで生まれちゃったね、君ね。
はい、890g。はい、65番ちゃんです。はい、ちょっと念入りに消毒してあげようか。ちょっとね、デベソちゃんはなんかあれですね、ダチョウにもデベソってあるんですね。全然知らなかった。はい、ちょっとじっとしててもらってね、足バンドつけてあげるからね。はい、足バンド準備できました。はい、ちょっと動きすぎよ。はい、ちょっとごめんね、ひっくり返るよ、ひっくり返すよ。はい、せーの。はい、ちょっと丸いな、卵がくるんくるんだな。なんかダチョウのヒナってお腹の中に最初卵黄が入ってるらしいんですよね。卵黄が入ってて、その栄養でしばらくは餌を食べなくても生きていけると。その間になんか餌を覚えてしっかり生きていきましょうの期間だということで、あれなんですけど、どうなんでしょうか、生きていけるんでしょうか。頑張ってほしいもんですね。はい、飼育鑑別行きましょう。男の子かな、この子は本当にダチョウのスケ君のジュニアだね。はい、ちょっと元気に育ってほしいものです。デベソ、なんかそうね。デベソの治療はできるんでしょうか。ちゃんとね、安静にしてなさい。さて、本当の本当のラストいきましょうか。一匹こうしてる間に出てきた子がいるので、はい、こちらの子になります。体重測ろうね。はい、ごめんね。はい、743g。 この子はナンバー66。さて、ナンバー66です。はい、ごめんね、まだ首元はねっちょりしてる、生まれたばっかりのね。はい、起きよう。はい、おへその消毒をします。66番ちゃん、上向こうね。はい、やっぱりさっきのダチョウのスケ君の息子はデベソだ。ちょっとなんかいろいろついてるんで、ちょっと取ってあげます。これがへその緒的なやつ。ちょっと取っちゃうの怖いので、そのままにしときます。さあ、
はい、待っててね。はい、足バンドつけます。はい、生まれたばかりでこんなことされるひなっていうのはね、ちょっと野生にはいるわけないんですけど、健康的に育ってほしいので足バンドつけますね。生まれてすぐ足が不自由になるのも嫌ですからね。はい、ということで雌雄鑑別行ってみましょう。メスかな、メスです、女の子です。66番。はい、ということで今回は1,2,3,4,5 5は1,2,3,4,5 はですね、大丈夫か、この私の下向いてみなさい、大丈夫、そう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 、そうやって寝てなさい。はい、ということでダチョウのヒナの解除の様子でした。はい、チャンネル登録と高評価の方お願いします。また別の動画も視聴していただけると嬉しいです。ということでまた別の動画でお会いしましょう。バイバイ。